はい、どうもレッツさんです、いつもご視聴ありがとうございます、今日はですね、また外房大原に一つ手に上げてまいりました、今シーズン2回目ですね。前回ちょっと海大荒れで、だったんですけども、まあまあそれなりの釣果が出ました。今日はね、午後からということでのんびり、お昼からの出船となります。今日はね、前回と違って風も全然なく、まあ見ての通りですね、穏やかな、海ですね、なのでかなり、のんびりと釣りができるんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあですね、この後船が戻ってまいりますので、そこから乗船して、釣り返しとなりますので、本編の方お楽しみにお願いいたします。はい、それではですね、まもなく釣り返しになると思うので、今日の道具ですね、タックルの方をご紹介していきたいと思います。タックル、今日のタックルですね、ロッドの方が、シマノの、円月、一つ点山台、CL4 ですね、これの240の MH を使ってます。リールがですね、ダイヤのイグジストですね。で、道糸は、まあ、いつもの通りです。0.85 を 200m 巻いてあります。で、リーダー部分ですね、この先端の部分が、フローロカーボンの 2.5 号を1広半という状態です。今日もね、ポイント浅いので、天野の方は、見えるかな、4号からスタートしていきます。多分ね、20メートルぐらいのポイントなので、もしかしたら、3号とか、そのぐらいでもいけると思うんですけど、まあ、まずは4号からスタートしていきます。はい、じゃあ餌の付け方ですね、やっていってみたいと思います。まず、使うのはこういった、冷凍のエビですね、まあ、解凍した状態です。解凍した状態で、これの、この尻尾の部分ですね、ここをこう、もいでしまいます。で、この時にここ少しだけこのね、尻尾の硬いやつを残しておくと餌持ちが非常に良くなります。で、天野にこのエビの尻尾の部分から刺していって、腹側の部分でこう抜くと、こういう風にエビがまっすぐにつきます。この時に深く刺しすぎちゃうと、針に沿ってエビの形が曲がってしまうので、それはダメなパターンですね。こういうふうに必ずまっすぐにつける。で、まっすぐにつけたら、ここに小さい孫針というのがついてますので、これを頭の部分にちょんと引っ掛けてあげたら、これで餌付けは完成です。こういうふうにね、まっすぐつけましょう。はい、では、ポイントに到着したので実利を開始していきましょう。水深がね、今ここはだいたい22メートルだそうですね。で、着底したらこう目いっぱいまで持ち上げてって、ゆっくり落としてってあげる。すごい魚の反応めっちゃ出てる。うわー、すげえ、なんでこんなにいるんだ。じゃあ、なんで当たんねえんだよ。で、何回か当たりがあって、その後落としても当たりがなかったら餌取られちゃってる可能性が高いから、そしたら、うん、うん、お、後ろでかけた、ほら、おー、走ってる走ってる、でかいな。あー、すごい
上まで来てるからこれ青物じゃね。すごい上の方に群れてるもん。青物だね。反応の出方が青物だもんね。わらさかなんかじゃねえかな。おー、やっとアトリが出た。そうだね。あー、マジか。え、切れてる？あ、切れてる。マジか。あ、切られてる。なんだ？切られてる。サワラかなんかかな。あ、ツルツルでこっから切られてるもん。マジか。いや、今いい当たり出てさ、わかんないけどね、何かわかんないけど、少なくとも歯を持ってる魚だね。これだけ穏やかだと反応はめちゃわかりやすいね。あ、当たりが明確だよね。おお、当たった。やっぱ反応してきたね。あ、餌ねえや。一回で餌ねえわ。ほら、慣れてくるとね、餌がついてるついてないも分かるようになるよ。あ、当たってるね。あー、バレた。マジか。もう一回もう一回。ワンモア、ワンモア。あー、餌ねえ。餌ねえ。一回で餌取られたわ。つうか、バラしちゃってるもんな。今の完全にかけ損なった。しかし、あれだね、3号で楽々そこは取れちゃうね、今日は。余裕で、俺今3号なんだよ。おっと、あー、餌ねえ。くそ、マジか。いい当たり出てんだけど、餌だけ取られたっちゅ。なんかちっちゃいのがつついてるな。餌取りだなこれ。竿先がこうプルプルってして終わっちゃうようなさ。あー、餌ない。餌取りだね、完全に餌取りだね。なんかもぞ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 やってるうちに餌がなくなっちゃうから、これはタイじゃないね。これビデオ真っ黒なんじゃねえかな、これ。逆光で完全に逆光になっちゃってるからね。お、来たぞ。ちょっと大きい魚の反応映ってるぞ。
20センチ、30センチみたいなのが。何なんだろうな、この魚。たまーに反応が出て、当たってるけど乗らない。あれでもう餌ない。マジか。ほら、いっぱいで。なんだろうね、なんかこの群れが一気に餌を食い尽くしてる感じがする。いなくなったね。まあでも日中はこんなもんだと思ってていいよ。チャンスタイムはその日没までの1時間、夕方の1時間がチャンスタイムだと思って。反応ないっすね。お、かけてるじゃん。後ろ、後ろ、後ろ。ちょっと大きそうじゃん。うん、タイじゃん。あったよ。当たりは出るけど乗らない。あー、もう餌ねえわ。1、2回当たってなくなっちゃうね、餌が。ほら、きれいさっぱりない。当たってる。ああ、なんかやっぱ映ってるね。なんだろうな。タイじゃないんじゃないのこれ。タイじゃないね。
なんだろうな。ああ、引っ張らない程度に巻いて。旗じゃね、旗じゃね。ストップストップ。旗、前回に引き続き。はい、ということで本日の一発目はまた真旗からということになりました。まあそこそこのサイズですね。よし、食った。食ったよ。食ったけど、なんだろうなこれ。あ、でもタイっぽくない？ちっちゃいけど、これはタイじゃないですか。よし、タイだ。よいしょ。そんなに大きくはないですけど、一応本命のマダイが取れました。あ、これは切れるな。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ。ほれほれほれ、反応は出てるぞ。頑張れ。当たりはあるぞ。タイタイ、やった。チャンスだ。うわ、すっげーすげーすげー、すごいことになってる。あれ見えますかね、魚探。暗くて見えないかな。なんかでかい魚ね、いっぱい映ってるの今。3時。1時間半とか2時間とかそんなもんじゃない？また、風が強くなってまた波がだいぶねチャプチャプしてくるようになってきましたね。なんかすごくデジャブを感じるのは気のせいですかね。なんかね、つい数週間前に同じような経験をした気がするんですけど、気のせいですかね。you
うわマジか、肝心なところが取れてなかったやん。録画できてなかった。釣れちゃいました、先ほどよりちょっとサイズアップですね。はい、録画ボタンが押せてなかったですね、申し訳ない。肝心のね、あの大して今日数が少ない状態のところで貴重な一匹釣れてるシーンを撮影し損ねました、申し訳ない。取れてなかったいやーやっちまったな。いい当たり出るんだけどな。あ、餌ね。あ、ついてるか。あ、ないよな、ないよな。すごい当たり出てるよ。時間的にもチャンスタイムだし、ちょっとあの波があって当たり取りづらいかもしれないけど、頑張って当たりをしっかり出てるから。竿を上げたら下ろしていくときに集中してゆっくり下ろすようにして、引っ張ってる時ってのは大体追っかけてこないから、こうやって下ろしてる時とか着底した瞬間とかに当たるからさ、それを逃さないようにしないと。その下ろしてく時に糸をたるませたりとかしちゃってると、もうまず当たりって取れないから。これな、これだけ当たりが出てるんだから、この風が出てこなきゃな、きっとみんなでも当たり取れたんだろうけどな。これだけ波風立っちゃうとちょっときついやね。怖い。完全にあの前回のタイ釣りと同じような感じになってきた。まあ前回タイ釣りよりまだマシだけどな。前回よりはこれでもまだマシ。お、食った？うん、竿を立ててゆっくり巻け、ゆっくり巻け。竿を少し起こして、竿を少しな。で、ちょっと絡んじゃうから上げちゃった方がいい。詳細風だ。怖いわもうなんかジェットコースター見たくなってるよね。なかなか楽しいアトラクションです。今日はあれですね、カメラがずっと終始逆光になってたんで、ずっと真っ黒になっちゃってるかもしれないです。申し訳ないです。
そのカメラ設置できる位置と日の光が調整できるわけではないのでね、あの他のお客さんもいるので、ちょっと見づらい映像になっちゃってて申し訳ないです。ということで、起き上がりとなりました。はい、今日はですね、マダイが2枚で、そこそこいいサイズのマハタが1つ と、あとイラかな、ベラの仲間のイラという魚が1つの計4匹という釣果に終わりました。まあ、釣り始めはね、結構風も波もなくて穏やかだったんですけど、だん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 ちょっと風強くなってきて釣りづらくなっちゃってね、まあ、ちょっと当たりもちょっと少なかったかなというところですけど、まあまあでもそれなりにね釣れたので楽しめました。はい、じゃあこれから片付けして港に向かいたいと思います。はい、ということで港に帰ってまいりました。今日はですね、釣果の方、さっきもちょっと言ったんですけれども、マダイ、本命のマダイが2枚ですね。でそれから、そこそこのサイズのマハタが1つと、あとベラの仲間のね、イラという魚が1枚ということで、計4枚の釣果ということになりました。まあ、ちょっと渋かったですね。前回大荒れの動画上がってると思うんですが、あっちの方がまあ魚自体は釣れていたかなと思うんですけれども、まあちょっと渋かったかなと思います。まあなんとかお土産は確保できたかなと思います。で今日ね、実は私の勤務先の会社の沖釣り部の、釣果だったんですけれども、なんとですね、沖釣り部新入部員が2名入りましてね、今回初参加だったんですけども、残念ながらね、1名が、フグだけかな、で1名が坊主という結果になってしまったので、これからですね、レッドさんの釣果争奪じゃんけん大会を行いたいと思います。はい、じゃあ早速やってみましょう。はい、ということでですね、まあ今回私の釣ったのがね、さっきアップしましたけども、マダイが2枚、まあそこそこのサイズのマハタがいるので、じゃんけんの勝者から好きなお魚を持って帰ってもらおうと思います。じゃあ、こちらのお二人ですね、新入部員の2名、はい、名前とか顔は出せないということでね、はい、多分、動画になるときはモザイクかかってます。はい、じゃあ早速やってもらいましょう。いくよー。最初はグー、じゃんけんぽい。よし、好きなもん持ってけ。マダイ、マダイ、でかい方のマダイ。はいよ。じゃあどうする、せっかくだからハタ持ってけば。いいよいいよいいよ、持ってって。うん、いいよ。はいはい、じゃあそれ持って。はい、残念ながらね、今回このお二人はね、あ、一応フグ釣ったんだよね。あ、フグも船長にさばってもらったよね。フグで、まあ、お鍋とかしてください。でタイはお刺身でも何でもしてください。ハタはね、これからの時期鍋がうまいから、ぜひ前回ハタのさばき方とか、ハタの鍋の作り方、ハタの鍋の作り方はね、昨日アップしてます。実際この動画公開するのもっと先だから、全然昨日じゃなくなっちゃうんだけども、昨日アップしてるんで、それ見てやってください。はい、じゃあ持って帰ってもらいます。はい、はい、ということでですね、無事、本日は一式終わりという感じになりました。まあね、残念ながら釣果出なかった社員の方もね、部員の方にも一応私の釣果ね、お土産で持って行ってもらおうかということでじゃんけん大会を行いました。私ね、前回釣った魚がまだ冷蔵庫にたっぷり溜まってるので、まあまあお土産としてはもう十分かなと思いますので、差し上げようと思います。はい、で今回はですね、今回はというか今回もですね、前回引き続き、外房は大原の
藤丸さんですね、お邪魔させていただきました。で今回もですね、おかみさんの方に、撮影の、許可と経済の許諾いただきまして、このように、動画を作ることができました。感謝しています。はい、ということでね、今回の、赤いマスクの釣り日記ボリューム5になるのかな、はい、この辺で終了させていただきたいと思います。またそれではですね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。